はい、どうもこんにちは、笹井杏です。本日のニュースをつっついていきましょう。今回は1週間ばかり前の出来事なんですけどもね、衝撃的な話なのになぜか政治系 YouTuber の誰もがほとんど扱っていないので、だから僕の方からお伝えしようと思いますが、実は今東大阪市の小学校で日本人生徒に勝手に朝鮮名をつけて呼ばせて、しかもその名前をですね、テストの名前の欄にも書かせていたということが発覚しまして、これだけでもね、相当すごい話なんですけども、このニュース深掘りしていったら全国的な騒動に発展したあの運動にものの見事シンクロしたという話をさせていただきます。僕の喋りを聞いて目のつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速記事読みから参りましょうか。産経新聞より見出しがですね、児童に勝手な朝鮮名、東大阪市立小の民族学級保護者の明確な同意得ずということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。東大阪市の市立布施小学校の課外活動民族学級で在籍する児童について、日本国籍で日本人名を使って生活しているのに学校側が勝手に朝鮮名をつけて呼んでいたケースがあったことが19日学校などへの取材で分かった。日本名の文字を朝鮮語の読み方にして呼んでいたという。日本名をこれ朝鮮語で呼んでいたということは、例えば日本由来の名前である草薙剛をチョナンカンみたいな感じで呼んでいたということなんでしょうかね。で、これについて保護者側の明確な同意を得ておらず、学校側は抗議を受けて対応を改めた。学校側は保護者に説明したつもりだったが、了解を得る取り組みが不十分だったとしている。学校などによると、民族学級は国際理解を深めることを目的とした課外活動。同市内では数十年前に始まったとされる。これは東大阪ではもう当たり前になっておりまして、十分説明しなくても分かってくれるっしょ、みたいなね。そんな暗黙の了解せよっていう感じなんでしょうかね。ちょっとね、意味がよくわかりませんけれども、民族学級は放課後に開かれ、この学校では韓国籍の常勤講師らが担当し、児童約70人が在籍。大半が親ら血縁者に朝鮮半島にルーツがあり、学級では母語、母文化を忘れないようにするとして、朝鮮語の読み書きや文化を学習している。なんかこれって朝鮮学校のニュアンスに似てきてる感じがしますよね。で、この学級をめぐり、例えば児童の日本名が花子なら、朝鮮語の読み方としてファジャと呼ぶように、本名が日本名でも半島にルーツがあれば朝鮮語で呼び合っていた。さらにこうした対応について、学校側は就学前の家庭訪問などの機会に伝えていたとするが、保護者に朝鮮名で呼ぶことの可否を確認せず、書面などで許可を得たこともなかったという、これは何でしょうか？僕の理解不足なんでしょうかね。保護者に朝鮮名で呼ぶことを確認せず、書面でも何も交わしていない。こういうの、一般的には説明がなされていないっていうふうに言うんですけども、この東大阪市だけはどっか違う惑星にでもいるのか、パラレルワールドの住人みたいなことを言っておりますよね。はい、それで、普段の教室でも担当教諭が民族学級の児童につけられた朝鮮名で呼び、同級生も同じように呼ぶことがあった。一部保護者が過去に学校側に問題を指摘したが、ルーツに誇りを持ってほしいなどと対応は変わらなかったという、だからこれ朝鮮学校かよって感じがするよね。民族学級だけでなくて通常の授業においても朝鮮名で呼んでいたということなんですからね。これ東大阪市の教育委員会ってのはどういう対応をしていたのか、皆さん知りたいでしょ？後でね、ものすごく面白いことになってきますからね。ただね、ちょっとね、もうちょっとだけ記事を読ませてください。今年6月、東大阪市選出の西野大阪府議がツイッターにこの問題に疑問を呈する内容を投稿、保護者らが改めて抗議したところ、学校側は今後は勝手につけた名前で呼ばないと返答したという。さらに全校児童の保護者に本名を大事にする教育活動を徹底するとの書面を配布した。ってことはですね、今まで本名を大事にしてこなかったってことじゃないですか。ちょっと笑っちゃいますけれどもね。で、民族学級に児童が通っていた保護者の一人は、子供は日本籍で名前は一つしかない。子供の人権が全く守られていないと憤っている。この学校の民族学級に子供が参加する母親は取材にこう明かした。親族に朝鮮半島にルーツがある人がいることから、民族学級に在籍しているが、子供は日本国籍で日本名で生活している。そもそも朝鮮読みをする名前はない。
それなのに民族学級では学校側に勝手につけられた朝鮮名で呼ばれていた。母親は子供に嫌ではないかと尋ねると、嫌だけど民族学級の児童はみんなそう呼ばれているからと答えたという。おいおいおい、どうしたこの学校は。子供が嫌がっているのに無理やり朝鮮読みで名前を呼んでいたっていうことになりますよ。これは子供に対する立派な人権侵害なんですけれども、おそらくこれを学校に行ってもですね、多分またやらかしますよ。反省の色が伺えませんからね。で、別のケースでは母親がルーツを子供に伝えていなかったにもかかわらず、学校で子供が朝鮮語の名前で呼ばれていた。朝鮮語読みをやめるよう学校側に訴えたが、今まで改めることはなかったという。これはもう立憲連邦さんが聞いたら怒っちゃう案件ですよ。先祖のルーツや国籍をぼかしている人に対してそれをバラす行為というのは、二重国籍疑惑の私が断じて許しませんって感じでね。いや本当、立憲議員は東大阪市のこの教育委員会に関して野党合同ヒアリングやった方がいいと思いますけれどもね。で、校長は取材に対して、保護者の求めがあっても子供の心の揺れ動きを慎重に見極める必要があるため、朝鮮語読みをすぐにやめるのは難しかったとする。校長の言ってることが難解すぎて、わけわかめでありますよ。朝鮮呼び名は嫌だと、ね、これ明確に反対しても、学校の校長がね、子供の心の揺れ動きを慎重に見極めるとかなんとか言って、人権侵害を正当化しちゃうというね、もう呆れて何も言えませんよね。で、一方、学校側は民族学級に参加する児童の家庭を訪問するなどし、名前を朝鮮語で呼んでいいかと確認も実施。取材に応じた前日の母親の元にも担当教師と民族学級を受け持つ韓国籍の男性教師が訪れた。この際、母親が朝鮮語で呼ばないように求めたのに対し、講師は通名じゃない姓を教えてもらえないかと発言したという。え？何これ。で、母親は、子供は元から日本名で通名はない。なぜそうしたことを聞いてくるのか理解できないと憤る。学校は家庭から申し出があった児童については、朝鮮語名で呼ぶのはやめだとしている。市教育委員会は6月以降、民族学級に参加する児童の家庭のうち、朝鮮名を呼ぶことに完全に同意している家庭以外に聞き取りを実施。市教委によると、最も多かったのは、子供が OK ならとの回答が約5割、本名以外で呼んでほしくないと答えたのは約1割で、朝鮮語でぜひ呼んでほしいとしたのは数人で1割くらいだったという。おしまい。ということで、僕は大阪という土地に詳しくないので、あれですけれども、さっきマップで調べたらですね、東大阪市の布施駅ね、これ布施小学校の近くの布施駅から、コリアンタウンで有名な鶴橋駅まで電車で4分程度なんで、だからこれ、朝鮮系の人が多いエリアっていうことなんでしょうね、もともとね。まあ、人の住む場所を根掘り葉掘りするとね、またちょっと違った人権問題が出てくるので、ここら辺はさらっと流していきますけれども、ただですね、僕これを調べていたら、おかしなことを発見しまして、この産経新聞の記事にはですね、民族学級で朝鮮名を強要していた韓国籍の講師は愚かですね、布施小学校の校長先生の名前すら出ていない。ハイエナ感覚でなんか匂うせよってことで、今度はですね、布施小の公式ホームページを当たってみたんですけれども、ここにも校長の名前が載っていないんですよ。不思議でしょ？普通だったらホームページのどこかにですね、校長先生からのメッセージだとか、我が校の教育方針だとかっていうその部分にね、校長先生の写真と名前とかが出てるじゃない。でもこの学校にはね、全くないんですよ。で、仕方がないからってことで、あの手この手を尽くして調べてきましたよ。そしたらね、布施小学校の竹中茂雄という人がですね、令和3年1月1日からこの学校に就任しておりました。でね、こっからが話面白くなってきますよ。竹中校長は今年の1月布施小学校に来たんだけれども、じゃあそれまではどこの学校にいたんだよって話じゃないですか。でもこの竹中校長というのは学校にはいませんでした。以前の職場は学校ではなかったということです。竹中校長の以前の職場というのは東大阪市の教育委員会でありました。で、さらに細かく言うと、この人の前の肩書きというのはですね、教育委員会の人権教育室長です。つまり教育現場で人権を人一倍考えるべき役職だった人なんです。その人が校長先生として赴任してからも、この朝鮮名の呼び名を学校内のルールとして続けていたということですよ。なんかおかしくありませんか？全くおかしな話ですよね。児童の人権を無視しているわけですから。そしてまだまだこれだけでは終わりません。その人権教育室のホームページを覗いたらですね、とんでもないものが出てきましたよ。これをちょっと見てください。ドン。母国語学級の活動、名称母国語学級。学校によっては、ムグンファの会、アリランの会、サントッキの会など独自に名称をつけている場合もあります。活動内容、学校教育目標や指導計画に基づきながら、南北の統一的な立場に立ち、
母国語、括弧、韓国語、朝鮮語を中心に文化、芸術、歴史等を学習していきます。年に一度朝鮮文化に親しむ東大阪子どもの集いで学習の成果を発表しています。設置している学校数、小学校14校、中学校14校、お問い合わせ、東大阪市教育委員会事務局学校教育部人権教育室。ね、これで分かったでしょ？布施小学校の竹中茂雄校長は、この学校に赴任する前は人権教育室長として母国語学級、つまり民族学級ですよね。それを普及させる側にいたという人なんですよ。ですから学校側に対して親御さんがやめてくれと、朝鮮読みだはやめてくれと言ってもね、そんなクレームは最初から聞き入れてくれないわけなんです。だってそれを推し進めていた張本人がその校長としてやってきたわけですからね。しかもなぜ母国語学級を推進するのかといえばですね、これは産経新聞のもう一つの記事に出ていたんですけども、その目的は南北の統一的な立場に立ち文化芸術歴史を学習するということですから、これ下手をすると反日思想的なとこまで勉学に取り込んでいるかもしれませんよ。だってそれを推し進めてきた張本人なんだからさ、そしてこの数字地味に見過ごされがちなんでね、念のためにもう一度言っておきますけども、この母国語学級の導入校というのは14の小学校と14の中学校に設置したと書いてあります。これ文科省は一回ね、東大阪市の教育委員会に立ち入りして、このね、合計で28校検査をちゃんとした方がいいと思います。表の教育方針とは別に裏でこそっとね、ここが私のアナザースタディとか言っちゃってね、なんかね、ちょっと違う CM になっちゃうけどもね、全然違うことを教えているかもしれませんからね。でね、産経のもう一つの記事にね、もっとすごいことが書いてありました。返却されたひらがなの練習プリントに子供が日本名とともにハングルで名前を書いていた。学校側には抗議の声を届けたが、即座に本名以外で呼ぶことを止めるのは難しかったと学校側は説明した。ほら、もう確信犯なんですよ。この学校も、この校長も、そしてこの教育委員会もね、全部真っ黒黒助なんですよ。そしてもう一つこの記事で分かったのは、小学校の1年生から日常的にハングル文字を書かされていたということです。だってひらがなを練習するのって小学校1年生の勉強じゃないですか。これ皆さんどうですか？ものすごい危険だと感じませんか？この事実を知ってからもう一度教育委員会の回答を聞いてください。市教委によると、最も多かったのは子供が OK ならとの回答が5割、本名以外で呼んでほしくないと答えたのは1割、朝鮮語でぜひ呼んでほしいとしたのは数人で1割くらいだったという。あのね、この数字、小学校1年生にハングルで書くのが適切か不適切なんて問えるわけがないじゃないですか。だから子供が OK ならこのままでみたいなアンケート結果はもうこれ茶番でしかありませんよ。だって小学校1年のレベルでそんなのは判断できませんからね。学校の先生がこうやろって言われたらうんってうなずくしかないじゃないですか。これ本当もうね、洗脳に近い教育現場ですよね。そしてここで皆さんにお知らせがございます。僕が今まで喋ってきたことは、これはね、前振りなんです。序章なんです。話の入り口に過ぎません。産経記事にもっととんでもない記事がね、実態が書いてありまして、ある保護者によると、在校児童が行う劇の催しで日本人役がこの朝鮮人名がと蹴りを入れるシーンがあったという。歴史観は愚か、判断力もおぼつかない子どもたちに日本は悪、残虐な日本人という一方的な反日イメージを植え付けることになりかねず、感化できない悪しさを感じるのだ。おしまい。こんなことが公立小学校で許されるんでしょうか？ありえないですよね。もう速攻で校長の竹中茂雄をこれ首にしないといけませんし、残りの小学校と中学校合わせて28校、これすべて、これ文科省で総点検しないといけませんよね。なんかもう産経新聞が嘘をついてるんじゃないかと思えるぐらいね、それくらい信じられない話なんですけどもね。ただ僕はね、やっぱり大阪の外側にいる人間なんで、このへんてこな教師に鉄槌を下すのは僕じゃなくて、あくまでも大阪の皆さんなんでね、ほんとあかんよこんな教育現場はさ、ってことで。それとね、今回これがきっかけでなんとなく分かってきたのは、大阪のトリエンナーレと言われた表現の不自由展関西、あの背景にあるのが東大阪市のこういった民族学級だとか、あるいは母国語学級が草の根ベースになっているのではなかろうかと。なんかそういう思想の連中が教育現場をバッコして、その上の教育委員会まで汚染して、そして民族教育だとか母国語教育だとか、そこに自虐史観も加わって、長い長い年月をかけて表現の不自由展にシンクロしていくような感じ。そもそも表現の不自由展関西であの展示会場を借りたのは大阪の教職員組合ですからね。日本は
残虐な日本人という一方的な反日イメージを植え付ける民族学級と、慰安婦像の展示やら天皇の写真を焼くだとか、その他日本を愚弄する展示物など全部符合するじゃないですか。だからもう本当大阪は改めてやばい街だと思いました。今支えにできることはこういう話をどんどん広めていって外堀を埋めていくしかね、方法がないわけで、だからこういうおかしな教育現場を止めるね、ストップさせるためには、僕はね力を惜しまずに協力していきたいと思うんだけど、でも本質的にはですね、大阪府民がこれをどう思うのか、どうアクションするのかって話になってくるのでね、やはりねこれ問題提起くらいしか僕はできないんですよね。あとはなんで韓国人は大阪が好きなんだろうっていうね、その謎が解けたような気がします。これきっとね、関空とそれからインチョンに LCC が飛んでいてね、近くで便利でコリアンタウンにシンパシーを感じるっていうだけではなくて、大阪全体がこんな感じで韓国朝鮮を受け入れる体制、教育がベースにあるのではなかろうかと、先ほどのね民族教育みたいなものがずっとね数十年前からずっとずっと根を張り出して韓国人の旅行者の受け皿になってるような気がします。そんな風に考えていくと、この話はね物事そんなに簡単じゃないよねって思ったりもして、なかなかね、僕からも良い改善アイデアが浮かびませんが、今日も話が長くなりましたのでこれくらいにして、最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。授業参観とかけまして表現の不自由点関西と解きます。その心はどちらも府警がやってきます。大阪といえば、僕は随分前に USJ に行ったことがありまして、個人的にはディズニーランドなんかよりもですねスーパー USJ の方が楽しかったと記憶しております。夜になるとですねゾンビナイトみたいなものが出てきてね、会場内でゾンビが出現してみんなでワイワイガヤガヤ楽しい思い出でありましたが、でもああいうね人が密になるイベントというのはアフターコロナの時代ではもう体験できないのかもしれませんよね。ということで本日も面白かったよ、ためになっている方はですねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。